さあ、強しはトニー。皆さんこんばんは、トニーです。暑いですね。僕、中国から来ました。よろしくお願いします。今日はとても素材テラマジックを用意しましたが、皆さん多分見えると思いますが、ここに1個大きな箱があります。その中に入ってるのは僕昨日予言した紙です。これから誰でも触れないように、後ろのスタッフでも全員でも触れないように、この上に置きましょう。この鍵見えますか？それを唯一開けられる鍵は僕のポケットの中に入ってます。これです。もちろん誰でも見えるようにここに置きましょう。 OK。 今日そのマジックのテーマはデートです。これから僕皆さんに質問しますが、あまり深い関係なく適当に答えてください。さあ行きましょう。じゃあ一番近いのいいですか？忙しいですか？大丈夫ですか？はい、あなたです。もし大好きな彼女とデートすることになりました、そしたらどこに行きたいんですか？要は一つ場所の名前を見てください。どうぞ。六本木。六本木、おー、いや誰が仕組みと言ったんですか？僕はあの六本木から来ましたが、あのOK、素敵なところです。六本木、六本木で大好きな彼女とデートして、そしてデート終わった後にお腹が空いたので、何を食べましたか？今日は料理の名前を適当に1個言ってください。どうぞ。焼肉。おお、焼肉を食べました。素晴らしいですね。デート終わった後に彼女と2人で焼肉食べて、そしたら2人共に過ごすことになりました。とても高級なホテルです。そのホテルの部屋番号覚えてますか？もしよかったら1から100まで、その中にふざけたら数字適当に言ってください。何でもいいんで。103。あの僕の日本語そんなに下手じゃないですか？どうぞ。22。 OK、 分かりました。22番個室に泊まりました。そして2人その皇室であることをやりました。どんなことで言うと、あのトランプをやりました。バラバラのカードですね。大丈夫ですか？じゃあこれは一緒ですか？どこでもいいんで、お好きなところで、あ、いや来なくてもいいんで、あのそのままでいいと思います。好きなところでストップとおっしゃってください。いいですか？じゃあ行きます。あのもうちょっと早めに行きます。いいですか？じゃあ行きますね。いいですか？で、このカードね、まだ見ないで守ってください。いいですか？ありがとうございます。そうです、今日はここでみんなと出会って、みんないろいろ答えてくれること、僕全部昨日の夢の中に見たんです。そして紙に書いて筒に入れて、大事にその皆さん見える箱の中に置いてあります。下ろしてみましょう。さあ、トニーが予言したのはあの箱の中に入っていますが、彼女と六本木でデートをして、そして焼肉を食べました。そして泊まった部屋は22号室。さあ、これが本当に予言できているのでしょうか？そうです、その中に鍵を開けました。予言を書いております。
焼肉を食べました。そして彼女でホテルで選んでくれたカードは何のカードでしたか。皆さんに大きな声で言ってください。彼女が選んだカードはハートの5です。ハートの5です。素晴らしい、ありがとうございます。そしてその時泊まったホテルの鍵を僕今日持ってきました。大事に交換してきました。皆さん気づいてないかもしれないんですけど、そこに箱を開けられる鍵あったんですね。そうです、あなた大好きな22番の教室の鍵です。あ、そうか、一つ聞くのを忘れたんですけど、その時その彼女が入ってるあの日本語でなんていうのあまり日本語うまくないんで、あの勝負しだけの色は何の色でしたか。もし困ったら今日の色でもいいんで一つ色を言ってください。どうぞ。黒でした。ありがとうございます。勝負下着の色は黒ということで、これはあのただ男性のために聞いただけなんで魔術と全く関係ないですね。ごめんなさい。いや実は今日はね、一つスーパーイリュージョンをみんなに見せたいと思いますが、ちょっと進んだけど動かないでくださいね。ここから撮って保管しておきます。その代わりにその余計の紙をプレゼントで差し上げます。なんと本人から素敵なプレゼントです。お届けしました、ボニーマジックです。どうもありがとうございました。